こんにちは、漢方チャンネルの平地はるみです。今日は冬瓜について紹介していきたいと思います。冬瓜は薬効が大きい割にちょっと注目度が低いんじゃないかなと思う、もっと注目されていいと思う食材の一つです。漢方では皮から実、種まで全部使いますが、生薬として使うのは種になります。冬瓜は皮から種にまで全てに薬効があります。利尿作用があり、むくみや水太りに最適です。食糧本草という書物の中には、痩せて体を軽くしたい人は冬瓜を食べ続けなさい、太りたい人は食べてはいけないとまで書いてあります。冷やす作用があるので、虚弱な人ですとか冷えが強い人、妊娠中の方はあまりたくさん食べない方が良いのではないかと思います。漢方処方で使うのは種の部分です。大黄牡丹皮湯ですとか腸腰湯といったお腹の中の、悪いものを下すような処方に使います。大黄牡丹皮湯は盲腸炎なんかにも使われる、少し強めの処方です。唐辛子自体には効能として免疫活性化作用、抗腫瘍作用、消炎作用、去痰作用、利尿作用、排尿作用があるとされています。冬瓜の民間療法にはたくさんの効能があります。咳止め百日咳には乾燥させた果皮に甘草を加えて煎じます。食中毒には果肉の搾り汁、美肌には果肉の搾り汁を化粧水のように塗る、痔には種を煎じた汁で患部を洗う、口内炎には種を黒焼きにして塗る、血尿には毎日煮た果肉を食べる、糖尿病の硬滑腎炎、むくみ腹水などにも良いとされています。
はい、いかがでしたでしょうか。このように冬瓜は皮も料理にできますし、身も美味しいですし、生でも食べることができます。今から上手に保管すれば冬まで持ちますので、様々な方法で料理していただければと思います。たくさんあるときは食べやすい大きさに小さく切って、それをジップロックなどに入れて冷凍しておくと、かなり長い間使うことができます。冷凍保存もできますのでやってみてください。はい、では今日はここまでにさせていただきます。ありがとうございました。